皆さん、こんにちは。昨日は嫁の尻に敷かれたビロガンのアリです。そしてこのトレーズじじってみたら、ここ先僕が気になってるんですけど、ビログしていくものです。ということで、早速今日のトレーズじじってみていきましょう。今日皆さんに話しておきたいことは一つだけです。皆さんはカンナムスタイル、あれ覚えていますか？あれ、YouTube でめちゃくちゃ流行りましたよね。もう勘弁してくれよっていうくらい流行りましたよね。そんなカンナムスタイルに続く第2弾のものが今 YouTube で流行っているんです。その YouTube の第2弾で流行っているものというのは、ハーレムシェイクなんです。じゃあ、ハーレムシェイクって一体何なのっていうと、ビデオの長さは約30秒くらいで、ビデオの開始15秒で1人が踊って曲調が変化する15秒過ぎから画面内のメンバーが一斉に踊り出すんです。大体前半はまあこんな感じでちょっとゆったりしたダンスなんです。中にはヘルメットをつけてダンスをしてる人も結構いるんです。僕ちょっといろいろ気になって調べてみるんですけど、なんでヘルメットをつけるかは謎なんですよね。なんかこれ意味あるんですかね。まあとにかく後半のシェイクというのは文字通りまあこんな感じで後半の15秒間はとにかく激しく踊るんです。てかそんなくだらないの本当に流行ってんの？という人ももちろんいると思います。僕も実際にそうでした。ただこのハーレムシェイク本当に世界中で大流行しているんです。今のところなんですけど、ここ YouTube に1万2000本ものビデオがアップロードされていて、なんと1週間で4400万回も再生されているんです。え？じゃあそもそもハーレムシェイクって一体何なのっていうと、すいません、ちょっとこれ読み方がよくわからないんですけど、 BAAUER っていうエレクトロニックアーティストが出した曲なんです。じゃあこのハーレムシェイクっていうのは一体誰が始めたのかっていうと、ディザスタミュージックという YouTube のチャンネルでフィルシー・フランクという人がハーレムシェイクを始めたそうです。ちなみになんですけど、このフィルシー・フランクという人の YouTube のチャンネルに行ってみると、この人日本に住んでいるっぽいんですよ。この人のいろんなビデオを見てると撮影場所がね、大体日本なんですよ。で、フィルシー・フランクという人が一番最初にハーレムシェイクを始めて、どんどん他の人に広まって、最終的にはなんと世界中に広まったっていうわけです。じゃあ実際どういったハーレムシェイクのビデオがあるのかというと、僕のブログに行くといろんなバージョンのハーレムシェイクのビデオを集めたので、気になることはそちらをチェックしてみてください。いや、海外の人たちって本当本当にもうすごいですよ。だって消防士の人もやるし、軍隊の人たちもやってるんですよ。あとは会社でハーレムシェイクをやっている人もいるし、あとはスターウォーズバージョンのハーレムシェイクなんていうものもあります。ということで、ハーレムシェイクもしかしたら日本でも流行るかもしれませんので、皆さんもしよかったらハーレムシェイクやってみてはいかがでしょうか。ほんと勘弁してください。僕ね、ほんとにマジでこういうの嫌いなんですよ。ダンスとか、いやマジでほんとなんですけど、俺一回もやったことないんですよ。だからちょっとマジで、いや本当にマジで勘弁してください。ということで、今日のとりあえずじじってみたは以上です。今日皆さんの質問は、質問というよりハーレムシェイクを実際にやってみたという方は、もしよかったら僕のところにビデオレスポンスを送ってください。よろしくお願いします。そして今日皆さんに紹介したハーレムシェイクの詳細は僕のブログに行くと全て載っています。最後に今日のとりあえずじじってみたちょっとの幕に立ったなと思う方は、 Facebook、Twitter、Google プラスで友達家族コンビで録音してください。ということで、これから昨日嫁と作ったクッキーをカズさんに渡しに行ってきます。で、明日なんですけど、すいません、僕ちょっと用事があるので、このとりあえずじじってみたお休みさせていただきます。そして今週の日曜日はコールオブデューティブラックオプス2のオンラインプレイがありますので、フレンド登録してくれた方はよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは来週の月曜日にお会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。